うっすらと見える沖諸島がやけに大きく見えるんです何回見ても大きさが不思議でなりませんこれは普通なのでしょうか BSS 私のスクープ投稿に届いた写真手前の湖は新湖。その先が島根半島でさらにその奥に七十キロ以上離れているはずの 沖諸島とみられる島が思いのほか大きく写っていますこの写真は本当の姿なのか謎を解き明かすため取材班は撮影した須藤さん夫婦と現場に向かいました目的地は雲南市大東町の旗展望公園の頂上標高三百八十九メートルのポイントですするとうわすごい あ,あ、これあの写真の外みたいなやつですかね。そうですねあの写真の通りに見えます、はい、目の前に見えたのはあの写真と同じ光景確かに島根半島の後ろにもう一つ大きな島の影が見えます試しに写真を撮影してもらうと同じようにはい 写ってますね今回も同じような写真がしっかり撮影できましたここでいくつか疑問が浮上しますそそもそもこれ本当に大大ききなのでしょうかかすぎませんか3人が見ているのは山頂の北側です地図を見ると島根半島の北にある陸地は隠岐諸島の他にありません 撮影場所から島根半島までは直線距離で20キロほど、島根半島の北側から沖諸島まではさらに50キロ以上もあるため、沖であれば70キロも離れていることになります。特別な見え方かもしれませんけど、何か季節とか関係あるのかなっていうところ、まずお聞きしたいですね。深まる謎。取材班は。 富山県の宇和津埋没林博物館で蜃気楼を研究している佐藤雅樹さんに写真を分析してもらいました普段の景色は少し浮き上がって見えるもしくは普段より少し高くなって見えるような大気差によって見えてる現象と考えられます佐藤さんが指摘したのは大気差と呼ばれる現象地上と上空の気温差によって 景色の見え方に変化が生じる現象です。気温が上空に行くほど普通の大気ってだんだん冷えていくんですが、そういう温度の勾配が色々変わってきます。そんな変わってくる温度の勾配によって、奥の景色が上がって見えたり下がって見えたりする、そんな現象が大気差による上がり下がりになってきます。普段70キロ先っていうのは水面よりやや低くなってしまいます。つまり地球が丸いので、 でだって島の低い部分というのは地球の R で隠されてしまう、海面で隠されてしまう部分なんですが、それが少し上がって見えている可能性があります今回は景色が反転したりする新気楼ほどの温度差はありませんでしたが、山頂と地上の気温差が大きかったことなどによって沖諸島が浮かび上がり、大きく見えたと考えられるそうです。キキロロ先先とか75キロ先にがが見えることが なかなか日本では多くないので、こういうふうに遠くの景色がすごくきれいに撮れているっていうのは、すごく価値があると思います。大気差現象によって見えるという巨大な沖諸島、どのような日に見ることがでできるのでしょうか。大気の中でも、散りあったりとか、水蒸気など、遠くの景色を見えにくくするようなものが少ない日が、ぜひあの、撮るには良い日になってくるかなと思います。 佐藤さんによると観測のチャンスは空気が乾燥しやすい秋や冬なおかつ雨が降り空気中の塵が落とされた後の日が狙い目ということです今回ここ大東の展望台近くで撮影された不思議な写真条件が揃えばあなたも撮影できるかもしれません